吉田さん、この時期になるとねいろんなことがあって来年からこうやろうと思うんだよねっていう人いますけども何それと思いませんかからら、やるっんんだた別に今日からやればいいいじゃないかなと思うんですよ。特に40代とか50代になると来年からやるっていう言葉を用いる人が多いと思いますけどもそんな時間の余裕もうあるんですか ?40 代過ぎて50代過ぎて時間の余裕あるんですか ?10 代とか20代の子が二十歳になったらこうしたいんだとかね 将来はこうなりたいんだっていう夢を語るのはいいですよ。でも、将来って今ですからね。将来四十代五十代の人が将来を考えるんじゃなくて。四十代五十代の人が将来を生きてるわけなんですよ。まさに、将来ってのは今この瞬間ですから。だから来年からやろうとかっていうね。その言葉っていうのは、やらないってこととイコールなんですよ。終わってますね。本当にね。だから40、四十、五十生きてきて、出たアイディアがそれかと思っちゃいますよね。 来年からやります。コロナが収束したらやります。これが終わったらやります。いや、そもそも終わってなくちゃいけないでしょ、それは。うん。どれだけ人生、時間、余裕持ってるんだと思いますよね。まあでも、そういう生き方が幸せなんだったら、しょうがないですよね。で私は、最低限お金の問題解決しないことには、幸せはやってこないと思うんですよ。でも、しかも、そんな高いレベルじゃないですからね、月収100万なんてのいや、100万じゃなくてもいいんですよ。月収50万でもいいじゃないですか。 ね、話半分でもっといいですよ30万でもいいですよ自分の力だけで30万稼げるようになりました会社に属していたらプラス20万です合わせて50万いいじゃないですかじゃあ月収30万をプラスアルファすることって難しいですかねそんなの会社に属してなくてもできますよ30万稼ぐことなんていや私ができるわけじゃないですよできる人がいるのを見て自分にもできるかもしれないと思って私は後追いでやってるだけですからね だから、できるんじゃないですかそもそも自分の力で30万稼げない人が会社に入ってね、20万、30万もらうってどういうことなんだと思いますよ自分の力で稼いでないじゃんまさにこれは給料泥棒の図だと言えるんじゃないかなと思いますね、うん、吉野さんが言われたのはね億万長者合宿に参加して稼げるんですか絶対稼げるんですか逆に、稼げるまでやるんですかって聞くのはいいですよねいや、稼げるまでやる こととないと思うんですけどもででも稼ぎますすか何それみたいな感じですよつまりはやらない人とかできない人ってすでに言葉の中に大いに矛盾をはらんでるんですよでも稼げる人の発信ってのはまさに理整然ととしして一気痛感してると思うんですよねだって稼げるまでやるんだったら稼げるでしょってそれ以外何もないですよ稼げないうちにやめるから稼げないんじゃないですかね稼げるまでやれば稼げちゃうでしょ いやーどっちがスッキリしてるんですかね。うんまあ、けどねそのやる密度も重要ですよね吉田さんが40年でやることを10年でやったって言いますけども別に誰でもできるんじゃないかなと思うんですよこれも。結局人が働くってのはね適当に休憩して適当にお茶飲んで適当に無駄話してっていうので1時間の勤務時間を作ってるわけでしょ。 で、たまに土日休んでとかね、たまに連休取ってとか、たまに自分にご褒美あげてみたいなのを、一年の働いた実績にしてるわけですよ。そんなゆるゆるなところに、一年はないですよね。うん、だから私とか、ね、吉田さんが過ごしてる一年って、まさにビジネス24時間なんですよ。集客24時間なんですよ。商品説明24時間なんですよね。マーケティング24時間ですよ。そこに一部の隙もないですよ。 自分のために買ったようでも高いマイク高い機材全部それはビジネスのために使ってるわけですからもはやねビジネスに全く関係ののなないいことが生活の中にないですよね仮にあお腹空すいたなと思ってスーパーに行ってもこんなのを買いましたっていう動画で集客したりね飯でも作るかとかねチャーハンダーとかで作ってたらそれも集客の材料になったりとかいや R34 好きなんだけどなートランザも好きなんだけどなー買っちゃったー よし、放送だみたいな感じで結局ビジネスに使ってると。これが正しい一年の過ごし方じゃないかなと思うんですよ。ビジネスマンとしてね、生きるんだったらね。でも、なんか知んないけども、余裕もないのに余裕があるふりをして、来年からやりますとかね、なっちゃうんですよね。一生やってると思いますけどね、そうなるとね。<laughs> まあ、それぞれの人生、それぞれの生き方ですけども、最も過言になっちゃう。 生き方それは何なんでしょうかねかもかもですよ、うん、私も相当なかもですね実はね DVD また買っちゃった買うことによってお金も使ってこれを見る時間も使っちゃいますよねいつまで浪費してんだって感じですけどね、うん、時間とお金稼げば稼ぐほど使っちゃうのは私でございます 金額がかなり大きくなりましたけども稼いだ分だけ使っちゃうからずっとつっぺですね、うん、なかなか面白い人生ですいってらっしゃい